Hello, what's up, guys? My name is Lian and welcome to my video. ということで、今回の動画はチャプター3で新しく追加されたアイテムのキャンプというものがあるんですけど、なんとこのキャンプいろいろできることがありまして、その中で一つキャンプの中に入ると飛車体力を回復してくれるらしいんですよ。なので今回はそちらを使ってアンチ街でどれぐらい耐久できるのか、もしかしたらアンチ街耐久のままビクロイできるかもしれないんで、そこら辺を検証していきたいと思います。チャプター3楽しんでいる方はぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは早速やっていきましょう。 Let's goよし、早速やっていきたいと思うんですけど、どこ行こうかな。これまだ行ったことないと行きたいよね。ここの上とか敵来なさそうじゃない？ OK、 ちょっとこっちやっていきたいと思います。キャンプアイテムなんだけどね、普通はアイテムとか収納できるようにみんな使うと思うんだけど、あの中に入ることができて、そのキャンプの中に入るとね、下体力が回復できるんですよ。でそれをうまく使えばどうやらめちゃくちゃアンチ外耐久ができるらしいんだよね。だちょっとそれを実際検証してみたいと思うんですけど、あ、ここがあれか、ウェイリングズだっけの、なんか生まれ変わりみたいに言われてるところだ。 OK、 ポーションゲット。あとはキャンプアイテムを見つけたいんだけど、どこにあるんだろうキャンプアイテムは。これでもアンチ外耐久できたらやばいよね。キャンプのアイテムどこにあるんだ。確定でゲットできるとこみたいなのあるよ。あ、ここありそうじゃね。ないや、どこだ。ありそうじゃね、ここ。ありそう、なんかキャンプ場っぽくない、なんか見た目が。雑草サリだ、でも。いるわ。OK。 あったあった、これじゃん、これ。これでしょ。これや、キャンプアイテムって。これを。あ、俺のにした。で、これを回収、じゃあ回収したいんや、これを。どうやって回収するんだろう。壊せばいいんかな。あ、壊しちゃダメだ。取れた。取れたわ、これだ。これを投げて、で休憩すると、これ。これで、下回復が回復されるらしいんですよ。ちょっと待って、一回ダメージ食らってみる、これ。燃えて、ちょっとダメージ食らって。OK、こんぐらいでしょ。食らっときます。で、これでこの中入ると。回復が5ずつされるんですよ。これ結構ペースも早い。これでうまくいけばアンチも、だって最大どんぐらいくらいだっけ、アンチって。こうだ、これでしまえるんだ。なるほど。でこの中にチャグスプ入れておけばいいんだ。こうして、こうして、あ、俺前に入れといたミニポがあるんだ、これ。なるほどね。これ出せる。でここにチャグスプを入れると、でこれをしまう。 OK、これでいいんだ。これがテントの本当の使い方。これでね、ちょっと下体力をどんどん回復していきたいよね。OK、ジジース。SMG 持っときたいよな。待って、アンチ外耐久するんじゃん。待って、アンチ外耐久だったら、ちょっとどれぐらい耐久できる？まずアンチ感とね、めっちゃ普通に戦ってた、忘れてた。アンチ外耐久をしたいから、OK、まじ、普通にここからアンチ耐久すればいいの、俺。めっちゃテントあるじゃん。ここでいいじゃん、普通に。え、ここでよくね。で、あと、一応下回復をちょっと持っといた方がいいんかな、これ。まあだから、ここだけで戦えるってこと、ここ。それで検証してみようぜ。これは実際ダメージ食らうんかな。自分の名前にしとく、全部これ。で、これ自体は、あ、食らう、ほら、見た。アンチの中でこれダメージ食らうけど、これで、回収して、で、投げると、あれ？投げると、ダメージ食らってない？これ、もしかして。あ、食らってる、食らってる、食らってる。わかんない。これで、もう一回投げたらどうなん？これ。食らった状態なんかな？これ。わかんねえ！どうすればいいんだ？これ。とりあえず、ここに置いてみるよ、一個。で、休憩する。休憩したら、ほら、下体力回復してるでしょ、これで。体力回復してる。で、こうしとけばいいんか。で、こうする。で、1個だけにする、これ。1個だけにしてさ、この方が分かりやすくない？これダメージ食らってます。ね。で、これ回収して、すぐ投げれないんだ、これ多分。あ、投げれた。これでどう？あ、壊れてない。これ体力毎回回復するわ、これ。あの、テントのね。テントの HP が毎回回復するから、これあれや。2個、3つ持っとけ。もう武器いらんや、俺じゃ。武器いらんくて、で、これ1個投げて、ここのチャグスプを持っときます。で、管理する。で、今これ、1ダメでしょ、まだアンチ。アンチ1ダメだから、
ここで下回復をできるだけ集めたいんだよね。まあセオリー的にはこれだけで足りるってことだけど、勝ちたいじゃんどうせならこれだけで、まあ、これだけで勝ってみるか。オッケー、そうしようそうしよう。ちゃんと考えまとめてなかった、ごめんごめん。オッケー、これで一回じゃあ休憩しよう。これだけだよ今日の動画、この動画は。普通に強くね、普通だったら多分ね、これ多分今後修正されるんだけど、テントダメージ食らったらそのままねダメージ食らった状態だと思うんだけど、今多分新しいからね、テントってまだそこがちゃんと修正っていうか設定されてない。はい、はいとこ、はい、休憩しとこ休憩しとこ。やばいやばいやばい、強ー、これこれ強いね。ほっこりと一緒にやったらさらに回復するんじゃね、これ。そろそろやっといて、こっから2打目になるからね。あとは入ってないのにテントダメージ食らっちゃうのもなんかあれだね。まあそういうもんなんだろうけど、もし食らわなかったらもっとうまくできるよねこれ多分。まあまあでもこれ成功させたくない、成功させたいぜこれは。これに関してはインゴットがいらないからね。無限にこれ耐久できんじゃんこれ、やば、強い、めっちゃ強いんだけどこれ、やばくないこれ。一生負ける気がしない、これは負ける気がしないわ。ちょっとこれギリギリまで食らってみるか、こんぐらいでやって、はい、33、やばいやばいやばいってなって、もうこれどんどん回復して回復して、はい、これでほぼ満タンでしょ。でこれでもう一個投げちゃえばまたこれですよ、回復できるでしょ。あ、プラマイゼロになった、これやばい、これプラマイゼロになったらどうすればいいんだろう。これギリギリまで入って抜けてをやんなくちゃいけないんだよこれ。すぐ置かんと、やばいやばいやばい、間違えた、やばい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 、これやばいね、これプラマイゼロになっちゃダメだ、これギリギリまで耐えて、いくつずつ減ってんのこれ、6ずつ6ずつ減ってるね。 OK、 これギリギリでチャグスプ1回使っちゃおう、やばい、こう OK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 、 残り8人、残り8人ですよ、残り8人。まだちょっとあるけど、ほっこりがここにあるからね。3、2、はい、チャグスプもう一個使って、はい、休憩で次ほっこりした方がいいな、これ2、まずほっこりして、ほっこりしてアイテム回収しといて、でここで休憩する。そしたらプラスになる、これプラスになってる、これちょっとずつプラスになってるわ、これプラスになってる、プラスになってる、プラスになってる。オッケー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 、一回最後まで使ってみる、これ壊れたらどうなるの。はい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 、でこうしてここで休憩する。オッケーオッケーオッケー、いいよ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 、あと少し、あと6人、いけるかこれ。休憩一回やめて、キビもう一回入れた方がいいな、これこうした方がいいな、これやばい、え、なんでほっこり足りんかった。うわ、惜しい惜しい、めっちゃ回復できた。これあれやな、回復めっちゃ集めたら絶対いけるやつだこれ。もう一回頑張るくね、これもう一回頑張ろう。よーし、もう要領分かったよ、皆さんも分かりましたね。つまり魚とかいっぱい持って、さすがにキャンプだけじゃビクロイできなかったんですけど、ビクロイまで間に合わなかったね。だけどフロッパーとか持ちつつキャンプを使ったら割と簡単にこれアンチガイビクロイできるんじゃない。今までね結構なんか本当に頭を使ってやらなくちゃいけなかったんだけど、これうまくすれば多分ねめっちゃ簡単にできるかもしんない。しかもこのキャンプの中にアイテム、魚アイテムとかも積み込んじゃえば、え、やばくないこれ普通に。どうなんだろう、まあまあやってみましょう。これでビクロイできたら新しいメタじゃね、絶対流行るっしょこれ、キャンプのアンチガイ耐久ビクロイみたいな。やったるぜ。ここがとりあえずキャンプいっぱいゲットできるのが分かったから、おお、できるよこれ。この人倒さんとね、ラグ、びっくりした、めっちゃここできるやん。あ、でもキャンプ持ってる、ラッキー。キャンプ持ってるならもうここは一回逃げよう、これ。あ、待って、これさ思ったけど、これキャンプ持ってればさ、その場でほら前収納しといたミニポ使えんじゃん。そういうことね、強っ、めっちゃ強くねこれ。キャンプは別に2個ぐらいでいいんだよね多分。魚がとりあえず大量に欲しくて、キャンプは1個でも使い回しができるから、
ジース。よし。あ、いいね、いいね、8分間。これで釣りしてフロッパーとかはめっちゃ欲しいんだ。釣りポイントどこがいいんだろう、これ。いいね。でもアサルトもいらんわ。で基本的にキャンプ1個で、最初の方は耐久はできると、回復、下回復。で、後々になってフロッパーとかを5ダメの時にどんどん使っていかなくちゃいけない感じだよね。それまでにどれぐらい集められるかだよね。ハープンガンってさ、この中入れれるんかな。入れれるわ、入れれるわ。え、いいね、これ。じゃあキャンプだけで結構耐久ができるから、この使い回しで、その間のね、時間の猶予も結構あると思うんだよね、今までよりも。ここめっちゃ釣りポイントあるじゃん、いいね。ここでキャンプしよう。じゃあ基本的にこうアンチ街だから、その間にハープンガンもう一個ぐらい欲しいね。アンチいいね、いい感じのアンチずれてくれたわ、ラッキー。あとはスモールフィッシュだね。で、でハープンガンもう一個取り出して、でその間に休憩もしちゃうもん。ここで回復する、サンデーを壊す。やばいやばいやばい、待って待って待って、やばい、お前お前マジそれやばいって、やばやばいやばい、マジでやばい、それやばい、死んだ、マジで危ないって、焦った、危なくて。今のサメ魚食われるとこだった、全部ハープン全部無駄遣いしたって、今焦りすぎて。やばい、足りるかな魚。やばい、休憩しよう。こうして死んでしまう。オッケー、ナイス、フロッパー2つ。大事大事大事、マジで。よし、さっき焦ったけど、まあ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 、回復していこうじゃないか。で、これこの前にこれが収縮しきってから5ダメだから、それまでにちゃんと準備しなくちゃいけないんだよね。オッケー、こっからだ、こっからが本当の勝負。残り11人、休憩。こっからギリギリまで耐えるしかないよね、これで。最初ほっこりやってみるか。1、こうして、こうして、休憩。じゃフロッパー1個食べて休憩する。はいはいはい、え、これめっちゃ強くね、これ普通に。残り10人、1、 OK。 ここでまたフロッパー1個食べる、で食べてキャンプを投げる、で休憩する。おっと、これはあと8回これできるよ。え、これいけるんじゃない。0、 OK、 OK、 休憩する。 OK、 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 残り7人、残り7人、残り7人、0、 OK、 9、8、7。やばい、これめっちゃ食らってる。5、やばいね、やばいね、これ結構食らってるよ、これ。減ってってる、体力が。やばいな、食べない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 。嘘、ダメだこれ。残り何人、7位か。うわー、これなるほどね、あそこでほっこりしないといけないんだ。あったよ、これ。ここにそれがあるなら、あとは釣るだけでセットよ。 OK、 めっちゃいいアンチじゃんこれ。後で帰ってこいよ、ここに。よし、この試合で決めると。俺はやっと決める、ここでやっと。皆さん5時間ぐらい撮影してます、今ここでついに歴史的瞬間を決めるぞ俺は。あー、やっと光が見えてきた。目的地はこれ、ね、で次は多分下にずれるから、久々だよこんなキャンプで回復するの。ちゃんと時間経ちすぎて
キャンプ見つけるのが一番大変だったんだけど。やばい、全然あれよ、あれが出ない。ナイスフロッパー、ナイスフロッパー、いいよ。まだ1ダメね、まだ1ダメだ。下ずれたね、よし、下ずれたよ、アンチ。それでフィッシュいらんな。オッケー、完璧。これであとは下のここに行くだけ。この川辿っていけば、あ、いけるわ。これ辿っていった方が早いかもしれない。来たぞー、ついにここに来た。本当に長かった。オッケー、一回休もう。一回休んで回復して、オッケーオッケーオッケー、もうすべて整ったよこれで。オッケー、こっからが本気。食べて休憩。オッケー、これを繰り返すだけ。あとはあとはこれを繰り返すだけだ。1OK で、あのこう来て、こう休む。8人残り8人だよ。チャグスプした方がいいかもね。これ1回残り8人チャグスプして、プロッパー食べて、こうして休憩する。オッケー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 、よし、いいぞ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 。10オッケー、まだプロッパー結構あるね。オッケーオッケーオッケー、いいよ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 、このままいけるぞこれ。はい、休む。オッケー。こう休む。で、ここからどんどん減っていくから、ちょっとずつ。で、これ3ずつ減っていくからね、3ずつ。結構こう、慎重にいかないとダメだから。残り6人、残り6人、残り6人。オッケー、そろそろ出た方がいい、これ。シャグスプして、食べないと食べないと食べない。やばい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 。休む。やばいやばい、いかんとやばい、これ。もう食べない、食べない。食べて食べて。で、もう一個食べて、もう一個食べて休む。オッケー。残り4人残り4人、これ。いけるこれ。結構ギリギリだよ、これ。オッケー、そろそろ出ないとやばい。やばい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 、危ない危ない危ない。これ投げて、もう一個食べて休憩。オッケー。残り3人残り3人残り3人出ないとやばいやばいやばい。10ずつ食らうねこれ、入れないと。はい、入れないとやばい。そろそろ出ないとやばい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 。置いて焚き火食べるで、入る入る入れる、これ意味ある。これ残り3人やばいな、これ出ないとやばいな。これ食べる食べる食べて食べて、やばい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 。オッケー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 、休む休む休む、頼む頼む頼む、残り3人残り3人。やばい、これダメだ。これうわ惜しい、ダメかこれ。厳しいんかこれ。まあ検証結果としては厳しかったんですけど、まあでもとりあえずこのテントの回復がめちゃくちゃやばいってことは分かりましたね。っていう感じで皆さんもぜひこのテントで下体力回復するときは使ってみてください。今回の動画も最後まで見てくれてありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。ピースアウト。